昭和45年岩手県で行われた第6回全国身体障害者スポーツ大会閉幕の様子です。大会の最終日は盛岡市内の2つの会場で陸上競技などが行われました。岩手県はこの大会で金メダル33個を含む65のメダルを獲得。参加した都道府県の中で一番多くメダルを取りました。すべての競技が終わると県営運動公園陸上競技場では閉会式が行われました。競技場の各ゲートから選手たちがフィールドに集まります。パラリンピック参加が流れる中、大会の旗が下ろされ次期開催権の和歌山県に引き継がれました。閉会が宣言され式典が終わると、スタンドの観客たちは赤や黄色の旗を振り別れを惜しみます。選手団の中には特別参加の外国の選手の姿もありました。選手たちは菊の花を振りかざしながら退場し、大会を通じて生まれた絆を確かめ合っていました。